ちゃくちゃ集中してます。なんかで見たんですけど、フロー状態だっけ、インスタか、インスタの育児アカウントみたいなんで見たんですけど、このなんか子供が超集中してる状態、フロー状態っていうらしくて、なんかこの時にすごく、まあ、彼の中でいろんなものを吸収してるみたいなんですね、うん、でこの集中を邪魔すると、まあ、あんまり良くないらしく、まあ、集中して何かに取り組む経験を奪ってしまうということで、そっと見守ろうかなと思います。3歳までが大事なんだね。3歳までが大事ね。まあ別に超天才に育ってくれとかね、思ってるわけじゃ全然ないんですけど、まあね、彼の人生が楽しくなってくれれば、なんか集中して取り組むって楽しいからね。ということで、そっと見守ろうかなと思います。めっちゃ毛布蹴ってるけど、まあ見守ろうかな。なかなかね、これお姉ちゃんはね、ここまで集中力をまだ見せてないので。お姉ちゃんよく寝るから、ね、お姉ちゃんよく寝るからね。個性がすごく出てるなと思います。お姉ちゃんはね、今もまさに寝ている。寝る、今ミルクなんだからね。いやでもやっぱ子供チャレンジの教材何かあるんだろうな、刺さる理由が。すごいもん集中力、フロー状態、見守っていきたいなと思います。